明けましておめでとうございます。2021年は大変皆様にお世話になりました。2022年もよろしくお願いします。今年も着物でこうやって新年の挨拶をさせていただきましたが、2021年はかなり自分なりに頑張った年でした。今日は2021年の振り返りをしつつ、2022年の目標を皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず2021年の新年にもこうやって着物を着て撮影したんですけれども、覚えていらっしゃる方はいますかね。私もこの動画を見るために久しぶりに去年の動画を見たんですけれども、動画で見たらデブリすぎててやばくないですか。改めてちょっと自分で見ても引いてるんですけど、2021年はマイナス10キロ痩せるという目標を立てていました。これがもう本当に大変でした。まず目標を立ててからスポーツジムに通い出して、体は結構動かしてたんですけど、なかなかね痩せなくて、そのままズル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 いってしまって、5月にはなんと過去最大体重の61キロを更新してしまいました。はい、それがこの時の画像ですね。もうどこからどう見てもデブです。体脂肪率は 36% でしたし、毎日外食で本当にもう美味しいものを食べ過ぎてしまいました。それでさすがにこれはもうやばいと思って、東京にダイエット修行に行ったんですよ。東京では管理栄養士監修の食事制限とクロスフィットでのウェイトトレーニング、この2つを行いました。しかしもうこれがもうめちゃめちゃ大変でした。東京では1ヶ月間ダイエット修行をしてトレーニングの基礎を学びました。北海道に帰ってきてからはこれらのトレーニングに加えて毎日30分間ランニングをしました。TikTok ライブ見てた方はわかると思うんですけれども、本当に毎朝9時半から毎日走ってました。なので今日は体重の減量目標が達成できたのかを皆さんに発表したいと思います。私の体重はマイナス10キロ痩せれませんでした。残念、ごめんなさい。結果は体重が61キロから 53.7 キロ、体脂肪率は 36.3% から 30.7% になり、結果的に体重はマイナス 7.3 キロ痩せました。しかし残念ながら目標のマイナス10キロは達成することができませんでしたが、マイナス7キロは痩せることができました。まあ見た目的にもデブる前の見た目には戻ったので、まあ良かったかなとは思います。こうして振り返りをしてて改めて感じることは、始めるのがスロースターターすぎました。そもそも今年の目標だったのに、始めるのが5月からになってしまったせいで7キロしか痩せれませんでした。もし1月からすぐに始めていたら絶対マイナス10キロ痩せれてたのになーっていう風に思います。もう本当にこれはね悔しいです。なので2021年の目標は50キロになることです。今のところ5月からの7ヶ月間で7キロ痩せているので、順調にいけば2022年の3月にはマイナス10キロ達成できるのではないかなっていうふうに思ってます。そして一番大事なのは体重をキープすることなので、毎日の習慣を怠らず、週3は日々の生活に運動を取り入れていきたいと思います。今年1年本気で運動に取り組んでみて分かったことは、デブはタイだったということです。体重が重くなると何もやる気出なくなるし、体は重くなるから動きたくなくなるし、本当に怠惰になります。その怠惰の状態っていうのは仕事にもかなり影響しますし、メンタルも結構多大なダメージ受けるんですよね。まあ、なので人間は運動をしてストレス発散をして体を軽くするのがメンタル的にもフィジカル的にも最高な状態を作り出すんだなっていうふうに思いました。で、ここまでは私の体重と運動の話だったんですが、仕事面の目標としてはずっと変わらず、投資で人生の選択肢を広げる人を増やしたいということをモットーに置いてここまでやってきています。これ皆さんにあんまり話したことなかったかなっていうふうに思うんですが、私はもともと経済産業省に勤めていて、誰もが憧れる花の公務員だったんですけれども、実際は手取り16万円から17万円の安月給でカッツカッツに生活していて、
20代は経験こそが命なのにもかかわらず、関わる業務は前年踏襲業務ばかり。こんなことをしていては自分自身が全く成長しないというふうに一念発起して、FX を独学で学び、兼業トレーダーとして生計を立て、FX だけの収入で生きれるようになってから経済産業省を辞め、独立したという、まあそういう経緯もあって、周りの同僚とか友達が、お金がないから選択肢がない。だから夢とかやりたいことを諦めてしまう。まあそういう姿を結構目の当たりにしてきたんですね。そんな人たちって結構世の中に多いと思うんですよ。まあ普通に会社員やってても投資で人生の選択肢を広げれる人が増えたらいいなというそういう思いで日々発信活動を行っています。2021年は安定したシステムに力を入れてきました。しかし相場が不安定な中、時にはシステムがマイナスを出してしまうことも多く、多くの皆さんに損失を出してしまった月もありました。本当に申し訳ございません。投資はリスクがあるものなので、100% 絶対に稼げますというものではありませんが、できるだけ初心者でも使いやすいシステムを何とか作り出せないものかと試行錯誤してきました。そして去年の結果を踏まえ、かなり低リスクで、固く月利 1% から 2% を増えていくシステムを開発しました。過去マイナスを出してしまったレオとリオの購入者様には、そのシステムは無料で提供する予定です。この新システムは5作目のシステムになるんですが、過去一で自信があります。新システムの詳細は1月11日火曜日に発表させていただきますので、楽しみにしていてください。はい、というわけで本日は2021年の振り返りと2022年の目標について皆様にご紹介させていただきました。2022年は安心安全に資産運用を提供することをモットーに、もっともっと皆さんに信頼されて FX トレードをしていただけるよう努力していきたいと思ってますので、今後も応援よろしくお願いします。今年1年はこの動画を見ている皆さんが爆益になりますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。私リオナ社長は FX 初心者学習コミュニティ獅子王団を運営しています。 FX トレードを一から学びたい、トレードが不安なので誰かと話していたいという方におすすめ。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。